はい、どうも、ボッ監督です。暑いですね。暑いですけど、やりますよ。オンラインチャレンジカップやりたいと思います。マイクラブオンラインチャレンジカップですね。これをね、一発でウィナーテイクゾール、これを一発でクリアしてね、クリア報酬のグレートフィニッシャーズ、75プラススペシャルエージェント、これ一回回したいと思います。じゃあ行きましょう。はい、対戦相手が決まりました。笹原優太さん、はい、701か、結構強いな。はい、一発で勝っていきたいんですけれどもね、えちょっと苦戦の予感です。相手はそんなに強いメンツ揃えてませんので、クリロナもメッシも、イブラもいませんね。相当腕に自信ありといったところでしょうか。早速じゃあ登録していきたいと思います。今日はよろしくお願いします。登録です。はい、こんばんは、よろしくお願いします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。一緒にシャルケ第3投、どういった立ち上がりになるんでしょうか。今日このボールにつながります。裏のスペースに置きに行く、コースが空いたか、クリスティアノ・ロナウド、ゴール。熱い、シャルケここで先制。仕事まで登り切る、見事でした。そうですね、ゴールするんだっていう気持ちですよね、はい、少しでも確率を高めるためにボックス内まで積極的に運んでいきましたよ。ゴール、すごい、ちょっと簡単、なんかメンテあってからやるの初めてなんだけど、なんか変わったよね、これ。ちょっと上でここでフリーで打たせてはいけません。こういった危険な選手をエリア内でフリーにしてしまったら決められてしまいますよね。そうですね、今日2点目です。着実に得点を重ねていきます。2対0、もう1点取るとさらに楽になりますよ ね。 そうですね、自分たちが主導権を握りながら、ゴール、来た、これで点差は3点です。700、ドリッチ直前のドリブル、素晴らしいものがありました。そうですね、ドリブルでゴール前にも落ち込んでから落ち着いてシュート、素晴らしいですよね。3対0と順調にリード。サントス、ここでファウルを取られます。レッドです。
ここで笛、前半が終わりました。オンラインチャレンジカップのね、攻めが印象に悪いところはね、ここの前半で消せないっていう、着実にゴールだから後半に嫌おなしに入らざる強さが現れた前半でした。特にここまで失点がないことも素晴らしいですよね、はい、守りの意識もちゃんと持って戦ってたということですね。そうですね、この試合、はい、サハがスタートしました。ところですからマークが厳しくなるのはしょうがないですよね、はい、なるほど。サイドへ、抜けてくる、チャンスになる、クリスティアーノ・ロナウド、あぶね、これがレート700か。取っていく硬いディフェンス、
こまで点差を広げるんでしょうか。絶対にね。最後はキーパーと勝負という場面でしたね。この辺の一回一回冷静に決めてくるところが素晴らしいですよね。これがなんと今日5点目。行くし。したんで早速回したいと思いますが、お不動産業の契約期間が終了した選手がいます。契約を決めた選手は支援することができません。本日は契約更新をしましょうということで、契約更新に先に進みましょうか。これ暑い、むっちゃ外セミ鳴いてるし、セミ気持ち悪いからね、落ちてたりするし、セミ死だろセミ。
節が実は一番嫌いかもしれないです。真夏のね、休みもないし、全然休みもないよ。もう夏休みくれよ、ほんと。まあね、相手はすごい立派でしたね。消すこともなく、ちょっと切れてましたけども、切れるだけで、別にね、消したりしないっていうのはやっぱりなかなかいないですからね。絶対放置したり消したりしやがるから相手。監督だけ見せて、したいと思います。続きましょう。トップエージェント、グレートフィニッシャーズ75プラス、これいきましょう。はい、お願いよ。うわ、クロス少ねえ、ないけど、あ、絶対金だ。まいったな。はい、金。攻めてドログバか、違う、ウチェ、ビジャレアルのウチェ。あーやね、あー、ということで、はい、すいません、ダメでした。はい、ということでね、またね、ガチャ券持ってきましたけど、ちょっと残念ながらということで、また次回、見てください。僕監督でした。